ただいま、ゆかり。お帰りなさいませ、兄さん。あれ、ゆき子は？お家に戻られたのではありませんか？兄さん、タバコを吸うのでしたらご自分のお部屋でお願いします。固いこと言うなよ。お前だんだんユキコに似てきてるぞ。だらしない兄さんに付き合っていれば自然とそうなりますよ。やれやれ。夕飯はどうなさいますか？ん？ユキコが用意していたんじゃないのか？いいえ。そういえばおかしいですね。普段でしたら買い物は済ませているはずなんですが。本当に家に帰っただけなのか？わかりません。私は病院に行ってくると聞いただけですから。病院？確かユキコは吉祥寺の産科に通っていたが、ここからはそう遠くないが、いつ頃出て行ったかわかるか？昼前には出かけましたが。兄さん、ちょっと探してくる。ゆかりは家で待ってろ。あら、お客様でしょうか？ゆかりはここにいろ、俺は行く。どちらさん？時坂さん、お届け物です。届け物？ああ、時坂さん、小包です。こんな時間に？もう夜ですよ。ええ、急ぎの荷物だそうですよ。あれ？ご自分で送られたのではないんですか？え、それどういうことですか？ああ、送り主と宛先が同じですからね。ほら。いや、俺は送ってないけど。こんないたずらするやつに心当たりはないし、意味はないわ。ありがとう。ここにサインでいいかい？ええ。毎度。一体なんだ？どなたからだったんですか？いや、誰からだろうな。さすがに爆発物などではないと思うが。物騒な話ですね。私は下がっていた方がよろしいですか？特に重量のあるものが入っているわけでもないし、妙な匂いなどもしない。まあ大丈夫だろう。なんだかそう言われると余計に避難していた方が良さそうに思えるのですが。お前ね。冗談ですよ。ま、送り主不明であることは間違いないから、ろくなもんじゃないのは確かだろうけどな。ゆかり、ナイフ持ってきてくれ。はい、わかりました。とはいえ、何が出てくるかわからんからな。ゆかりに見せられんものが出てきた日にやっと。箱だな。本が何冊か入りそうだが、固形物か。爆発物じゃないのは確かだが、仕方ない、覚悟を決めるか。さてと。なんだこりゃ。どうかしましたか、兄さん？来るな、ゆかり。手が。いいから向こう行ってろ。はい。なんだってこんなものが送られてくるんだよ。この指輪、俺が送ったやつじゃねえか。ユキコ、ユキコ、ユキコ。
ゆかり上の署に電話して魚住を呼んできてくれ。ええ、わかりました。何があったんだ、ユキコ。君は何に巻き込まれたんだ。Being with me